ちょっと休憩。暑いね。負けてないね。ちょっと僕の方が負け気味だね。うるさいでしょ。うるさいな。かまってくれ、かまってくれ。アルバム発売まであと3日ですよね、28日、その中の1曲ピアスという歌が、格闘王という、番組のエンディングに決まったんですが、もう聞かれた方っていますかね。楽屋帰ったら泣くからさ。でも3日後に発売になるんで、分かってるよ分かってるよ。ここで業務連絡なんですが、ブログでもイベントの3月31日と4月の8日と、31日は秋葉原で、8日は大阪と、神戸であるんですけども、なんだっけ、握手会&ポスター渡しの会。ちょっとアイドルみたいでしょ、ね、歌はないんですよ。でそういう歌がないイベントっていうのはもうほとんどないんですけども、でもその分皆さん一人一人に会える機会だと思うし、普段伝えられない一人一人にそのありがとうという言葉を伝えられるし、ぜひね機会があれば皆さん来てください。ポスターがつくというのも多分今まで初めてじゃないかなと思うんですよ、ポスターが出来上がったのは、それもありますんでぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。じゃあ発売に先駆けていきましょうか。ピアス
過ぎてる。まっすぐじゃなくても右でも左でも君が感じた道を選び、カラカラ抜け出して勇気が胸に弾けて動き始めた。とんわり聞こえてきた歌は心揺らしながら、やがて形を変えて限りなく時間が歌いましょう。